日本製鉄呉地区跡地に複合防衛拠点を整備する意向を示している防衛省に対し呉市が要望書を提出しました呉市の新原市長らはきょう防衛省を訪れ要望書を手渡しました日本製鉄呉地区の跡地を巡っては防衛省が多機能な複合防衛拠点を整備する考えを示しています 要望内容は全部で七項目で。整備する施設の発注は地元企業を優先すること。火薬庫を主要施設としないこと。防災機能を整備することなどを要望しました。市民の安全。安心の確保。呉市の経済発展等について。ご配慮をいただくように。呉市によると防衛省は来月末の概算要求の前後で。 施設の配置計画案の中間報告をすると説明したということです。